それではお待たせいたしました。これより2020シーズンビファーレン長崎新加入選手記者会見を開始させていただきます。本日の司会を務めさせていただきます長崎国際テレビ、毎週土曜日午前9時25分からビファーレン長崎を応援する番組オールビファーレンで MC を務めさせていただいております松田大河と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、ビファーレン長崎代表取締役社長の高田春奈より年頭の挨拶を申し上げます。高田社長、よろしくお願いいたします。はい、ビファーレン長崎代表取締役社長の高田春奈です。本日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。YouTube をご覧の皆さんもいつもご声援いただき本当にありがとうございます。そうですね、昨シーズン2019シーズンはリーグ戦の方は J212 と大変不甲斐ない結果に終わってしまって、皆さんを悲しませてしまったんですけれども、幸いにも天皇杯でベスト4に進出することができたおかげで比較的年末の遅いタイミングまで2019年のチームをお見せできたのかなというふうに思っています。で12月21日に試合が終わりまして、ファン感謝祭などがあって、でそれから今まで約3週間の間に選手の新しい選手の加入であったりとか、今までいた選手の対談だったりそういうニュースをお伝えする中でファンの皆さんに一喜一憂させることが多かったかなというふうに思ってます。今日この後新しく加入する選手たちをご紹介することによって、皆さんに、やっと新しいビハーレン2020年のビハーレンを知っていただくことができるのかなというふうに思っています。この後練習の方も14時から始まって、そこがチームの始動となります。そこで皆さんに期待をしていただけるチームをお見せできればというふうに思っています。でも来週からはすぐに沖縄宮崎のキャンプの方に入って、少しこうチームを集中して作っていく期間にはなりますけれども、そこが明けて、2月の開幕前のタイミングではファンの皆様にも直接、新しい体制のメンバーをお見せする機会が設けられるかと思いますので、そちらの方もお楽しみにしていただいて、それまでの間チーム作りの方を見守っていただければというふうに思っております。今日はこの後選手たちの紹介となりますけれども、来たばっかりなので緊張している選手もいると思いますけれども、ぜひ覚えていただいて、ご声援いただいて、長崎の愛で包んでいただいて、みんなでビハレ長崎2020年いいシーズンにしていければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして強化部長の竹本義幸より今シーズン獲得した10人の選手の目的と今シーズンのチーム像についてご説明いたします。竹本強化部長、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ビファーレン長崎の強化部長を担当しております竹本義幸です。昨年は、皆様には非常に悔しい思いをさせ、不甲斐ない順位12位という結果で終わりました。今シーズンに関しては J1 昇格ということを必ず成し遂げたいなと思い、昨年課題となる選手の補強を行ってまいりました。その中で10名の新加入選手を獲得することができました。高校卒業、大学卒業している4名に関しては将来有望な才能を持った選手ということで獲得ができました。将来有望といってももう今日からトレーニングがスタートします。
そのトレーニングの中で競争をしてもらい、しっかりと自分のパフォーマンスを出して、即戦力としても考えております。他6名は J1 で戦える選手、もちろん今 J2 のリーグとなりますが、将来を見据えた獲得、そしてブラジルからはセリア A のルアンと選手を獲得し、J1 で戦える構成を今年はすることができました。その中で攻撃、守備と去年は安定感を欠きました。攻撃では去年の選手をもちろんベースにし、さらにルアン、富樫と得点が期待できる選手、守備ではフレイゲ、フタミとしっかりとした守備を構築した上で、厚みある守備、そして厚みある攻撃、全員攻撃全員守備でシーズンを乗り切れれば思っております。ただこの加入が全てではないと思っています。シーズン中いろんなイレギュラーがあると思います。先ほども申しましたが、 J1 を見据えた構成となっております。 J1 に届かないと思えばまた何か違う策を練らなければいけない、そういったこともイメージを持ちながら、今シーズン新加入選手と昨年からベストなる選手たちとアジャストし、クラブ愛を持った選手たちが今シーズンは躍動してくれるんじゃないかなと思っております。そしてワクワクするようなサッカーを皆様にお見せできればと思っております。今シーズン J1 昇格という目標をしっかりと上げ、皆様の期待に応えられるように、チーム、選手、スタッフ、クラブと全員が一つになりながら今シーズンを戦っていきたいと思います。以上になります。